えー、今回相談というか意見が聞きたくてご連絡いたしました。えー、4ヶ月の子がいるのですが、えっ、ー、と、き癖で片方が平らで少し顔の膨らみ方が左右違うことが気になり専門の病院に見ていただいたところ、一部重度。 将来頭の形を変えたくても今の赤ちゃんの時しか変えられないため早めに決めなくてはなりません。費用は60万ほど。私はし、えー、と、専業主婦、主人はサラリーマンのため、ごく普通の家庭なのでそんなに蓄えはありませんが、払えない金額ではありません。しかし高いと。将来息子が悩むとかわいそうだし迷ってます。プーさんならどうしますかあー、なるほどね。あー、本当だ本当だ。あー、なるほどね。その写真が添付されてるのね。 ああ、なるほどね。うーん、まあ、これはね、もしできるなら、うーん、そうね、してあげた方がいいかな、っていうのも、うーんと、俺、中学校の時にさ、あのー、りょうたくんっていう男の子がいてさ、そいつのあだ名、平行四辺形っていうあだ名だったんだよ。 うん、何が平行四辺形かっていうと、顔がこう平行四辺形みたいな、こう、こう、こういう風になってんだよ。こういう風に。そう。そいつのあだ名平行四辺形だったから。うん。だ、そう考えると。で、中学生ぐらいの時ってさ、まあ、なんだろうね。うん。まあ、ちょっとこう、ねこう、心ないのとかあるじゃんか。 でそのあだ名が平行四辺形っていうあだ名だったから、そいつも。で多分そいつ本人は気にしてたのかどうかわかんないけど、うーん。まあね、そうね、それでなんか、まあそいつはそれを、なんかそれでなんか悩んでどうこうっていう話でもなかったような気がするけど、どうなのかね。まあ、できるなら、 そう、子供はそう、子供の言葉のチョイスって結構ね、そうそう残酷だったりするから、そういう意味では、うーん。まあ、治療してあげられるんだったらね。うん。それで一個だってさ、少なくともそれ、その一個直してあげたらさ、その、なんか将来もしかしたらいじめに遭うかもしれないっていうさ、その可能性を一個削ってあげられるわけじゃんか。 ま、60万ってでかいけど、そうだね。俺だったら、治療するかな。うーん。そう、本人がいじめられたらとか、そう、悩んだらかわいそうだなとか、そう。だそれを、うん。 そうだね。俺もだからそう、そこに関しては。で、それで、お、それこそお母さんかお父さん、どちらかが、例えば、底抜けに明るいっていう、あのー、親御さんだったら、まあ、そのね、あのー、その底抜けに明るい、こう、英才教育みたいなのが、まあ、できたりするかもしんないけど、それがもし、まあ、普通、普通の、こう、メンタリティっていうんであれば、だとすると、 ううんんそれを悩んでしまう可能性あるよねだから変な話そのなんだろう底抜けに明るくて芸人みたいにさ例えばこうね自分の容姿的なさあのコンプレックスそうコンプレックス的なものをなんか逆にそれを強みにして自分でそうそれをなんか自虐的にこうやってでそれでね笑いを取ってでそれでなんかこう自分もそれで笑い取れて全然 OK っていうタイプの こうメンタリティに持っていける自信があるならだとしたら別に俺治療いらないと思うけど俺でも結構俺のメン俺のメンタリティでもどうかなっていう感じだったりするし俺どっちかっていうと俺明るい方だけど普段うーんそれでもその自分の息子に対してその ねえこういうメンタリティーでやっていきゃいいんだよっていうところでおし、ね、えそれを全部伝えてそういうふうなメンタリティーの持ち主の子供に育てられるかどうかっていうところがすごい微妙だったりするし俺もうん。っていうか俺あんまり正直自信がないからそう考えると俺はできたら治療してあげた方がよろしいんではないかなって。 っていうで俺だったら多分治療するなんとかもうね頑張ってこうそこに関してもね頑張ってなんとか、うん、してち、うん、そこは捻出して捻出するのかちょっと仕事を自分もしね仕事を増やすのかっていうところでうんそうっていうところかなだから俺だったら治療する方にベッドするかな。 うん、っていうことかなうん一つそれでなんかスタートダッシュとしてさうん一個足かせをつけたまま、うん、なんかこうっていう話になるとさちょっとっていう感じだったりするからうん。 俺なら治療そうっすね、うん、俺だったらなんとか頑張って治療する方向に持っていくかな、うん。やっぱね、そう、それが大人の世界の中だったら、うん 大人の世界の中だったらさこうまあそんなね養子をやいするやつがもうどうしようもないやんっていう話で大人のメンタリティーだったらそれそういう風に処理できるんだけどやっぱ子供そういうわけにいかないと思うしで子供の将来少しでもこうやっぱこう明るくするための可能性を上げるんだとしたらやっぱそこ治療しといた方がいいかなっていう大人になってからじゃ無理でしょっていう。 だったら、今しかできないんだったら、今するしかないやんっていうだけの話かな、逆に言うと。うん。っていう感じっすかね。息子が平行四辺形と呼ばれたらかわいそうだと感じましたでしょうそう。ね、あだ名平行四辺形になっちゃうからね。それこそだって <laughs>、ちょうど平行四辺形っていうワードを授業で聞いた時にさ、まさにそれ名前付けたくなっちゃう。 子供心って分からなくないじゃん。っていう。うん。これお前じゃんって、なんかこう、誰かが一言さ、お調子者が言った瞬間にそれが、そうなっちゃうじゃん。っていう。まあまあ、いろいろご主人とご相談されて、えー、安い金額じゃないんでね。はい。ご主人とご相談いただいた上で、えー、決めていただけたらいいとは思いますけど、まあ僕だったら、 もうそれ頑張るっていう、60万頑張りますっていう選択肢しかないっすね。うん。そう。逆に言うと。逆に言うとその選択肢以外がないっす。俺の中で。うん。ですかね。はい。っていうことでございます。だから、うん。俺はもう多分、うん。多分俺はもう即答。 でそう,そうそうそうだからもっと安くならんのかなっていうところもそうだしそうだからいろんな関係各所いろんなまあ役所とかそういうところにもちょっと相談してみたらもいいかもしんない福祉課なのか何なんだろうね生活課でもないし福祉課なのか福祉課かなわかんないけどとりあえずまあちょっとむあのー、役所にとりあえず掛け合ってみてもしかしたら何かしらのお金が出るかもしれないからああ保険適用外だとしてもだとしてもね 保険適用外、保険っていうのと役所の行政の動きっていうのは全く別のもんだから。そう。だから、その、乳幼児に対する何かもしかすると補助みたいなのが各行政でもしかしたら存在してるかもしれない。あなたの住んでる行政によっては、もしかしたらあるかもしれない。補助が出たりするかもしれない。 なので、一応、まあ、その方向で、まあ、60万は覚悟した上で、ダメ元で、行政に問い合わせてみるっていう。そう、そうそうそう、ダメ元でそう聞いてみた方がいいかもしれないですね。うん。そしたら、もしかしたら、なんか、行政が、じゃあ、ね、1割負担しますよ。1割でも負担してもらえればね、うん。まあ、変な話、もしかしたら1割とか、もしかしたら3割とか、もしかしたら半分とかっていう。まあ、いろいろ、まあ、可能性はいろいろあるんで、うん。 高額医療費控除があるから少し返ってくる。ああ、なるほどね。ああ、この方看護婦、看護師さんの方なんで。高額医,医療費控除があるから少しは返ってくるっていうのもあるし。そうそう。だから、まあ、ちょっと行政に掛け合ってみるっていうのもいいね。そうだから、もう、腹決めた上でね。もう60万払うっていう決めた上でもしかしたらっていう淡い期待を抱きつつ、行政に相談してみるっていうのはありかもね。うん。っていう感じですかね。 うん、と思います。